sun is shining 24/7. 'Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me on the way. 見て、あれ。すごい。めっちゃお花もりもり。うわー。これ全部チューリップ？チューリップにしたらなんかさ、頭ボーンってなってない？すごい、ほら、ほらー、すげえ綺麗やな。えちゃん、ここにも可愛いお花があります。わー、綺麗、すごいなー。あー、綺麗な公園ですね。なあ、昔来たことがあるぞ、ここ。この影からのさ、これもまず可愛いでしょ、うん、でこう上がっていって、ピンク。うわぁ、蜂まみれやな。これは全部で100匹以上いますね。数千匹ぐらいおるんちゃう？すごいな。みんな蜜取って、花粉を運んでください。お願いします。やちゃんありました。ありました。おっきいカルフール。ボトンカルフールキティ。さあ、どんな商品があるのか楽しみです。すげえ。初めてのビッグミックス。カルフール。はい。マシャビデオ。ここは本当でかな。おお、わ、でかっ、すげー。え、なんでもあるんじゃん。まずここが食器コーナーやね。もう食器は間に合ってます。こういうのは俺欲しいなと思ってんのかな。煮込みもできる。そうそうそう、焼けるし煮込めるし。あ、水切り。しかもほら見て、ほら、あれなんかいい感じのあるやん。やっぱカルフルのさ、普段の売ってるやつのちょっと豊富版って感じやな。カルフルにもそういうシリーズあったんやつ。確かに。もうここはあれやな、シャンプーとか歯ブラシ粉。ほんまや。これこっちはやっぱハンドやんな。みんな背中出て洗ってんやろな。すごいそこ気になる。手届かんからさ、俺。え、そっか、うん、こっちは、シャンプーとかにね。すごい。箱ディッシュも結構売ってるな、ここ。こっち、こっち。あ、これ、あやちゃん、足りたっけ、コットン。なんか買っとく？こっちのコットンは面白いねんな。こんな丸くないやん、日本は。あ、日本は確かに四角やな。日本のに近いコットンでないの。こっちだって大きいもんな。うん。うわ、お化粧品もめっちゃあるな。お化粧品もものすごい量です。こういうとこにあるの、あやちゃんの欲しいチーク。多分な、うん、昔これ使ってたんやな。へえー、見て、ほら、お庭コーナー。本物か。わー、本物コーナー。でもなんかあれやな、緑が強いものが多いね。ほんまにお庭ある人用って感じ。ああ、うちには無理や。へえ、なんかあれやな、ホームセンターみたいやな。ここは電化製品。すごいな、なんで電話からさ、ハードディスクに SD カード、イヤホンまで。何でもあります、ね。何でもありますな、カルフル。何でも。でもこういうとこでまとめて買っちゃえってなるんか。パソコンはさすがに買わんくね、すごいな。パソコンでパソコンしてんの？ほら。すごいな。パソコン買う？で、突如現れる超
ワインコーナー。大型新品。すごいな。超大型ワイン。こういうのでもやっぱ買う人おるんやでな、この瓶じゃなくてさ。ジョボジョボジョボってだ。そうそうそう。でもいいって言うで。その安いやつの。安いし、ずっとまあまあ瓶は開けちゃったらあれやけど、これはずっと密封されてるから。持ちがいい。持ちがいいって。確かにいいよな。でもやっぱボトルで飲みたいよね、ワインね。見た目もいいしな。わー、いっぱいあるわ。わー。あー、しかも見て、じゃ箱売りやで。そうなん？ほんまや。もちろん瓶でも買えるし、箱でも買えるんやね。これが大型店舗。ビオのドリンク、どんだけあるんでしょうか。なんかさ、うん、ビオ商品と普通商品同じぐらい置いてるから、ビオのその、うん、情感が感じになってきた。確かに。おお、ここはベベ用品。赤ちゃん。これ赤ちゃんの粉ミルク？ミルクかな。すごい見て、このキュポンってなってさ、ほら、チュッチュッチュッって吸えるやつになってる。あ、すごい。え、このまま飲めるのかな？から飲めるやつじゃん、牛乳。すげー、初めて知った。面白い。で、こっちは離乳食系やんな。めっちゃ食べてるよな、これ。うん。面白い。すごい。クルジェットとポモドテーのミックスビット。わあ。ミックス。美味しいんかな。美味しいのかな。味とかどうなってんやな、子供ちゃんでも。おむつがいっぱい。ああ、こっちに大人子供のおむつとか生理用品とか。テレビグッズ発見。あ、いっぱいある。あ、すげえ。子供のグッズもすごいね。なんかブランドみたいな。この子よう見るよな、しかし。このキャラめっちゃ見るで俺。これとかもな、ボディオイル。あーちゃうわ、石鹸かな。ミクザベで、はあ、でこっちがおむつね。おむついっぱい。どんだけ美容コーナーあるん、これ全部。しかもカルフル美容やな。うん、カルフルのオリジナル美容商品。さあ、果たして美容っていうのはどっからが美容なんやろね。よう分からへんくなってきた。美容もなんかちょっと、曖昧なところもあるな。そうですね。卵買わなきゃ。じゃあ今日は美容の卵にしちゃう。その有機栽培じゃなくて、有機栽培されたものを食べた鳥になるんかな、美容卵っていうのは。はい、バレてません、あやさん。ここら辺がさ、やっぱ面白いのはさ、こっちこのシロップとかも多いよね。これシロップ。すごいの、ピヨ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 。なあ。蜂蜜？うわ。待って、蜂蜜、美容の蜂蜜でこんなにあるってことやんな。すごいな。蜂蜜すごい種類あるもんな。で、ここがジャム。これも全部美容。はい、お菓子コーナーです。あー、我慢中。もうこういうのとかさ、普通のガレットとかさ、フィナンシェとか、もう大体定番のもので美容のものも揃ってるから、ほんまになんかそういう美容がいいっていう方にはすごくいいよね。うん。来ました、チョココーナー。あ、すごい、いっぱいあるね。この前でも美容のさ、あのカカオ 70% 以上のチョコを買いました。美味しかった？美味しかったよな。でも全部味が違ってびっくりした。そう、 70% のやつを3つぐらい買ってたけど、なんか甘さとか、全部違ったね。うん、甘さなんで違うんやろ。で、これほら、お醤油売ってる。ほんまや。醤油とたまり。面白。干し椎茸売ってる。ほんまやな。あ、すごい、見てこれ。照り焼きやって。本当にいいな。ほんまに照り焼きなんかな。これは気になってる。いや、気になるでしょ、これ。主婦のキッカマサラ。カレーみたいなやつ、やんな。ちょっとこれ気になんねんけど、これはお米ですね。あ、お米系か。クスクスとか。今見たことない。これあれ？サラダとか見れんのかな？大豆の、のカリカリかけら？プロテインって書いてあるんで。あ、大豆やからな。
あ、じゃあこれ食べたらマッスルマッスルやん。マッスルマッスル、それプロテイン飲んだ方が早いけどな。あ、そっか、パスタ系やな。パスタもさ、なんかいろんな色のやつあんのはなんかどう違うんやろ。味違った色にな。味ついてんのかな。だってこれとかやったらさ、そうそう、トマトって書いてんねんけど、トマトの味すんのかな。若干。へぇ、あ、わからんで。うわぁ、ビスケットも売ってる。ほんまや、ビスケットまで売ってるなんて不思議。え、これお茶、え、お茶売ってんや、こうやって知らんかった。なるほどな。で、上はこういうグラノラ系やんな、言ったら。グラノラも売ってる。こういうところでごま買ってもいいよね。あ、レンズ豆とか。なんかお米とミックスしてんね、これ。あれちゃん、あの、インドっぽい。インドっぽいじゃないか。タイっぽい。タイっぽいやつかな。で、すごいなぁ。パークピースじゃないけど。ちょっとパリってなるかな。いや、パリッとはならんと思うけど。ミニソシーみたいなんで、買ってみる？美味しいんかな。ちょっと買ってみよう、これ。はい、こんなん見たことない。見て。鶏肉。唐突に鶏肉まみれ。クッキー見た？クッキー見た。美味しいんかな、このクッキー。安いな。チーズケーキ作るときに下に付けて。うん。え、美味しそう。でもなんか薄くて。常温の牛乳コーナー。これも常温いけんねんな。なあ。ラッテ、ラッテ。こっちも常温。こっちはね、常温の牛乳がよく出ます。羽毛コーナーに入りました。マシアの壁はいつもこれを使って、これを裏に。つけて、なんとか物をつけてます。ガクとかをね、壁に貼るときはこれを使ってます。そうで、電気系やね。電気系もあるある。なんでもあります。すごいな、ちょっとしたトラブルはもうカルフールの大きいとこ行けばなんとかなるって感じやな。え、これ車用品なんや、これね。こっちも車ぐちゃぐちゃやもんな。車汚れてる。好きなものが多いから。ガスがいるやつやん。背骨。あ、これええやん。あ、めっちゃ硬いで。そう。ほんまやな。これどこに？お尻に？お尻よ。もちろん。普通にほら。これいくら？値段書いてないな。いや、大丈夫やわ。まあちょっと色とかもうちょっとおしゃれなんがいいな。外なんか、うん、ここはゲームコーナーですか。うわ、欲しなんな、スイッチ。おもちゃコーナー見て、やっぱりロックダウン中やから、あの、NG になってるわ。ね。ここは何ですか、あやちゃんの大好きな。猫ちゃんのコーナー。猫の餌とか、ワンちゃんの餌とかいっぱい。こっちの猫用品、美味しそうじゃない？なんかちょっと、これとか。どう？今回可愛いなった？なんかこれだけ気になる。クマさん。ここにさ、多分またたび入れる。またたび入れるんか。でっかいお魚やね、それ。これな、多分な。おーって動かない。これめっちゃ欲しいねんけど。イエーイってなってる。めっちゃおもろい。こっから食品コーナーに入ります。食品コーナー広すぎね。なあ。どんだけ。え、バゲットもすごい種類あるな。なあ、どれがどれって感じ。わあ。見て、普通のよりなんかすごい大きい。これ何パン？ボンってなってる。え？でも見た目あんま美味しくなってたよな。コッペパンみたい、給食の。コッペパンみたい、確かに。うわ、全部入ってるわね。すごい。メレンゲのやつやったっけ、これ。こんなでっかいの？うわあ、ほんまや。レハン牛 2.50 ユーロ。ほんま？この下にまたそのドキツ色のお菓子たち。なって感じのお菓子が。なあ、これは甘いぞ。ちょっと中東系の甘いお菓子も売ってんや。不思議やな。すごいな。何これ？でもなんか見たことあるよな。本当？でもめっちゃ甘そう。甘そう。じゃあ。え、キャラメルちゃん。キャラメルをブーサレーやって。うーわ、キャラメルバター、塩キャラメルバター、美味しそう。あ、目が。うわ、もうここ全部甘いコーナーや。もうやめて。わー、すごいな。でもおらららら、
ちっちゃいフィナーレかわいい。うまいね。あ、これあるやん、おいしいやつ。うん、あ、見てこれ、ほらパンオショコラにクロワッサンも、コストコみたいやね。確かにコストコ感すげー。うわー、でっか。で、ここにものすごい肉の塊がいっぱい。すごい。うわあ。こっちはね、やっぱね、骨付きが多いよな、こんな感じで。うん、安いね。スペインもこんなんやな。え、キロ 5.9 か。安い。安い安い。胸肉はだいたいキロ12ユーロぐらいやから、同じやな。11.9 ユーロやから。え、やっちゃったら13ぐらいすんねんで、ね、キロ。そうなんやね。ちゃんとチェックしてるんですよ。あ、フォアグラ売ってる。うわぁ、やだ。ドーン。あ、ね、ほら見て、コンフィドキャナー。あ、すごい。コンフィ売ってるね。7ユーロぐらいします。あ、見てほら、カモ。これが美味しいんですよ、焼くと。でもこれ、どうでっかいの。まあまあ普通のサイズやな。で、ここから牛系やな。綺麗な。やっぱでもやっぱこっちは赤身やな。日本みたいな、あのサシの入ったやつはあんまり見たことがない。超赤身やな。うん、うわ、骨付きのこのお肉系ね、おいしいよね。あー、ローストしたら柔らかいし。で、うん、子牛かな、この辺。子牛は色がちょっと柔らかいな。うん、アニョとかも混じってくる。この辺アニョじゃない。うん、アニョ、子羊。おー、何ですかこれは。好きやな。アニョでした。いいよね、好きです。男子はそういうの男を踊るのかな。踊りますよ。あ、でこの辺豚やな。豚食べたいな、久しぶりに。豚ちゃんもいいよね。いや、俺もとんかつ食べたくてさ。とんかつ、とんかつ、とんかつ食べたいな。とんかつ食べたいけど我慢中。お肉屋さん、ね、え、あ、ダンや、ダン。うん、チーズと、ね、七面鳥のお肉のを揚げたやつ。ごめんね。いいよな、こういうのとかさ、もうそのまま焼いたらいいだけやろ、味ついてて。焼肉やん。うん、あ、これもあるやん。そうやな、これファルシェやな。ファルシュ、これ、あのトマトにさ、トマト揚げてこれ肉詰めてとかじゃない。じゃあ、あれやな、おハンバーグみたい。うん、で、ここでもうお肉を買えると。これ買う方が新鮮なんやろな、やっぱ。そうなんや。うん、あ、オングレ辛味があるな。はい、じゃん。うわー、ジャンボン。いや、スペインでも驚いたけど、やっぱこっちでもあるよね、フランスでも。やっぱりすごいね。あんで、パテとかパテロカンパーニュとかさ、ブダンとかもある。すげえ。白ソーセージもある。ハム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 、そしそんそしそんそしそん。ああ、ハム。生ハム。あ、ね、これはあれやね、お惣菜。ハムにつけたい。ほんまや。パエリアも売ってる。お惣菜祭りしたいな。ああ、お惣菜も美味しそう。ほんまや。キャビアまで売っちゃってるの。あ、ね、チーズコーナー。へえ、この何、くるまれてるの何なんやろな。気になるわ。ちっちゃいのでも美味しいんだな。なあ、かわいらしい。いや、面白いですね。チーズがこんなにいっぱいあるとは。ここはもう切ってくれてるチーズがあって、例えばさ、ね、こういうチーズでも3ユーロぐらいでポンって買える。3ユーロね、でも安いな。でも安いよな、これ6ユーロやって。あ、見てこれ、あれちゃん、じゃがいも、玉ねぎ、山盛りコーナー。でも安い、0.99。安っ。え、安っ、え、これが。うん、マジで。ほら、0.99 やから1ユーロ未満。100円ですよ、これ。120円ぐらい。安いよな。とびきり安いな。ポテトサラダ作りたまるわ。まあ、デーツ。デーツ。大きい。でも中に虫入っててびっくりしたね。うん。気をつけてって書いて。
入ってたな、言ってた、手が入ってたな。パイナップルに、ここのフルーツはまあそんなに新鮮そうじゃないね。でもまあまあ美味しいです。まあ大体日本と似てるよね。うん、確かに。でもこっちの方が量り売りっていうのと、あとはなんていう、レモンとかこのライムとかが量産売ってるわ。それが竹尾さん売ってる。あんま日本でこんな量産売ってなくない？それあ、でも結構何でも量産売ってない気がする。あ、そっか。うん。うわ、いっぱい売って。マッシュルームこんなにいっぱい。え、エリンギじゃないよ、ちゃうやん。うん、前なこれエリンギ感出てるけど、マッシュルームや。これで 3.5 ユーロやで、やったん安いな。これ買う？さらに入れる？あ、1個買っとこうか。じゃあこれ1ユーロ、1ユーロマッシュルーム買おう。そう、うん、珍しい。大根売ってる。いや、ほんまや。こんなアジアショップ行かない、売ってないのに。へぇ、大根売ってる。ここ売ってるんかな、やっぱいろんな国の人が来るから。で、さりげなくアーティチョークも売ってる。ほんまや、並べてこれも面白いな、みたいな。黒、これ黒の大根だと思うねんな。大根なんや。うん、わあ、どんぐりみたいな。ノアゼットや。美味しいんかな。あ、これがノアゼット。うん。あ、そう。ヘーゼルナッツ。中開けたらなってる。へえ、すごい。なんかめっちゃ栗やん、見た目。栗というかどんぐりというか。これアーモンド。アーモンドかな。うん、ラーモンドって書いてある。へえ。これがくるみちゃん。くるみや。すごい。すげえ。おやつに買うんやな。料理用に。へー、終わって食べてなかったのな、普通のさ。あ、ほんま、せったっけ。うん、ムキ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 トマト。美味しそうなトマトやんな。うん、これもちょいムキムキやな。トマトの種類だな、めっちゃあるのがいいよね。トマト種類多い。まあ、ほら見てください、こうやって惣菜がいっぱいあります。お惣菜、サラダのお惣菜ですね。これなんか人間のやつとかね、うん、有名。美味しいよな、普通に。美味しい美味しい。これはでも1ユーロで売ってるからいいよな、一人暮らしの方にも。ちょっと1品ぐらい。これはほんまにあれやな、簡単ご飯系のレンチンして食べる、なんか鶏の煮込んだやつとか揚げ物とか。アペリティフやって。へー、アペリティフ用のやつやな。だからみんなこれを食べてお酒飲みながらご飯前にね、パテロ。あら、だってこの辺パテとかやもん、ほら。そうなん、さっきのパテのカットしたやつとかやな。ほら、もうアペリティフやハムハムの祭り。ここやばいねんけど、これ両サイド全部ハムとさ、生ハムと。匂いすごすごい。うわ、ハムの匂いというか、ハム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 。あ、ソーセージもいっぱいある。うわー、すごいですね。これはあのピザとかタルトとかの生地だけ売ってます。便利よ ね。日本でもあるやんな。でもこれの何ちゃうかな、ピザ用の。うん、続いてはバターコーナーうわー、すごい量のバターです。すげー。あ、ほら、エシレもドーンってさりげなくあるね。あ、普段見合うやつもある。知らんやつめっちゃあるな。何やろ、モンフルーリーとか。全然知らん。あ、生クリームいっぱい。クリーム系、クリームフレッシュとか。はい、やっぱあれやね、乳製品は半端ないな、量が。あ、ここにやっと冷えた牛乳がある。牛乳、冷えた牛乳です。卵どんだけ種類ありますか。多いんですよね、こちらちょっとね。はい、これのプロセスチーズがいっぱいありますね。え、で、ここチーズコーナー、うん、あ、ほら、みんなチーズ凍ってるわ。あのさ、こういうチーズってそんな美味しくないのかなと思わせといて、めっちゃ美味しいからな。あ、コンテやな。あ、コンテのバゲットとコンテのやつめっちゃ美味しい。こっちはなんかサンドイッチとかに挟む系のチーズやな。あー、俺ブラッタは食べたいな。ブラッタとほらバケツいいやん。ブラッタ食べる？チェーブラッタにしよう。じゃあチビブラッタ買おう。うん、安いし。カルフルブラッタ、カマンベール。カマンベールどんだけあんの。試したいけどもう忘れたわ。
で、これはクリームチーズ系やな。もうジュースやね。ジュースとプリンとかムースとかやな。これでも美味しそうですか。ジュースいやこんなんカロリー爆弾全部試す頃にはおじいちゃんなってそう。ほんまやな、うん、うわプリンだけでどんな気あんの。ちょっとヨーグルトもほらいっぱいあります。ヨーグルトも一回食べ比べたことがあるんですけど、うん、すごいんです種類が何種か。うん、ものすごい。ヨーグルトでくくられへんいう、なんていうやろ。な。これヨーグルトじゃないんやみたいな、ヨーグルトみたいなやつもあるんですよ。そう。何言ってかわからんかもしれんけど、そういうことなんです。ほら、ヨーグルトも。ネギのヨーグルト。ネギのヨーグルトに、はい、フロマージュブロンもあります。ビールがあって、うん、これはフロマージュブロン。何種か乳製品ですわ。で乳製品と今度フルーツのミックスのゾーンですわ。また甘いんですよね。ちょっと美味しい。でここは冷凍食品ですね。結構日本と似てないお魚とか、まあ、ちょっと違うのはパエリアとかさ、ちょっとなんていうん、やっぱ洋食よね。洋食の冷凍食品が多いと思います。あと野菜の炒め物のやつとか、結構野菜の冷凍食品も多いよね。で、あとポテトよ。ポテト系の種類はめっちゃ多い。フライドポテトにさ、ハッシュドポテトみたいなのにさ、丸ごとポテトみたいなのとかいっぱいあります。いっぱいある。で、イカとか、白身魚とか。あー、でもやっぱポテト食べたいね。だってもいいですね。エビさん、あ、頑張るで、あやちゃん食べたい。ここからはお酒コーナー。はい、もう有名なリキャーがありますね。パスティスとかで、こっちがロゼワイン。やばない、あやちゃん。もうこれがやばいのかすらわからんくなっている。ロゼだけで100種類以上あるでな。もうすでに可愛いな、色な。すごい、ここだけなんか不思議な世界観。さっきだって、さっきもワインコーナーあったのにな。あったあった。あれはジャブやったよ、軽い。軽いジャブで、こっちが本命。ワインコーナー、こんだけあるよ。わあ、これはあれやね、場所によって分けてくれてるわ。プロヴァンスに、ロワールに、スドウエストに。へえ、すごい。すごいすごい。じゃあこっち行ったら、あ、こっちボルドーとか、ほら。あ、これはいいな。この地域で分けてくれてるのめっちゃ嬉しい。確かに。で、こっちはそのさっきのあれやな、蒸留酒とかそういうのがたくさん置いてあるね。日本のジンが売ってる。あ、ほんまや。ジャパニーズドライジンやって。隣もや。ジャパニーズドライジンってかっこいいやなあ。いいよね、ボトルのデザイン。見るのめっちゃ好き。この辺ウイスキーとかやんな、言ったら。ウイスキーはやっぱそれなりのデザインやんな、なんか。うん。でもコスパ考えたらやっぱいいよな、ウイスキーとかこういう系って。あ、そうやな、竹鶴はそうやな。日本のも売ってますね、やっぱ。これあれやね、ちゃん、ほら、いいやつ、いいゾーンじゃん。高い。うわ、75ユーロ。並べ方がもう素敵やん。こっちがスパークリングワインで、でこっちがシャンパン。ほら、大きいボトルのやつとか。もう大御所がいっぱい置いてあっちゃう。なあ、あーすごいな、いっぱいあるわ。あ、世界の食品コーナーですか。まず中国食品に、うわ、キッコーマン売ってるけどやっぱり高いね。でも、まあまあ、ここで買えるんやったらいいよな。寿司酢まで売ってるやん、ほら。寿司酢。タイとかインド、エスパニョール、イギリスに、なんやろうね。アジア、祭りって書いてある。この辺は菓子パンやね。朝ごはんにいいよな。で、ここはコーンフレークとか。そういう系。あ、ここはお茶とかコーヒーやな。アビオじゃないお茶か。うん。アンフュージョン。ああ、いろいろ試したい。思
好品って楽しいよね。いや楽しいよな。好品が楽しくなる年になりました。お茶だけでもこんだけ種類あるもんな。いやでもなんか、まあ、留学も多い時代やねんなって思った。あ、なんか急にテーマがあーこんなにいっぱいね缶詰があります。日本の缶詰逆に気になってきたわ。どんなあるんだろう。サバ缶はあるけど他も。サバ缶美味しいよな。サバ缶食べたい。これね、こっち特有のエスカルゴの殻。カルゴ入れ。ここにいちいち詰め直すっていうね、面白いな。でもこっちなんかやな。店後のパテ系のリエットとかの瓶詰め。シーチキンどんだけあんの。シーチキンどんだけ。あ、この辺美味しいお魚の缶詰コーナーです。食べたことあんまないよな。あ、美味しいで、何個か食べてたで。オイルサーディン系やな。はい、チョココーナー。どんだけってぐらいあるよな、やちゃん。めっちゃいっぱい種類あるよな。全然試したことないのが多い。ここなんか知らんのもいっぱいある。あんまりなんか、その合計しないよね。一回美味しいの見つけちゃうともうキープって感じやんな。ナッツ入りのヘーゼルナッツ入りのやつはほんまに美味しい。でチップス系もありますって。あやちゃんチップス系も。でここもお菓子ですね。今度はなんかほんま一つの棚だけでさ、動画撮りたくなってきたわ。オリーブオイルがもう死ぬほどある。オリーブオイル種類多いな。オリーブオイルはやっぱりあれやんな、スペインとかイタリアとかのが美味しいイメージがある、これ何これ、何やろ。オリーブオイルの、あ、オイルドゥや、オイルドアボカ、オイルバジルのオイル、混ぜてるんかな、香りをかな。セザンのオイルとか、これ見て美味しそう。フルーツ、フルーツね、フラワー、フラワー、お花の味もつい、香りがついてんやな。常温のジュースたち。まだ、あ、そうやな、プリングス、プリングルス系もあるもんな。プリングルスにこういうチップスじゃなくて、なんていうん、こういう焼き菓子。これもでもまあチップス系か。このでも日本と似たようなやつだよね、スコーンみたいな。これフランス初めて行こう、お土産に家に買って帰った。謎のチップスかわいい。でも美味しいよね、それ。あ、美味しいの。美味しいと思うね。食べたことない。はい、ここはもうね、コーラで半分を占めてるというドリンクコーナー。これもセブンアップも多いよな。ライムなんや、ライムなんや、シットコーンって書いてあるわ。お前、シットコーン&シットコーンベイって書いてある。スプライトに、あとリモナードね。リモナード。で、コーラと、こっちがあれやな、ジュースやねんけど、うわー、これも俺飲んだことないわ、このドキツイ色のやつ。全然変わらへんな。なあ、マッシュの大好きなビールコーナーです。ビールもね、めっちゃ種類あるから楽しい、こっちは。最近 IPS にハマってますね。あ、結構俺これ気に入ってた、これ。あ、そうなんや。これ可愛いし美味しかったね。それは、それはまだ試したことないな。新しいな、見たことない。あ、それ知らん。買ってみようか。まあ、かっこよ。デザインいいな。すごいな。なんかデジタルの画家みたいな。どこのやつやろう。これはかっこいいな。かっこいいな。ネイパ。ネイパ。これも可愛いじゃん。あ、でも IPA やって。あれでもニューイングランド IPA やって。イングランド。買ってみよう、一個。うん。この辺はね、グリーンダハゲンに、アフリゲン。うん、この辺もめっちゃいいね。あ、昔さ、この家でできる富士サーバーみたいなのをさ、友達と住んでる時は買って飲んでたな。うん、冷蔵庫入れて。あ、ここ見て、ほら、めっちゃある種類。あ、すごい。前見つけた美味しいやつあるんちゃう、もしかしたら。こんだけビールあったら困っちゃうな。完全にジャケがいいやな。うん。あ、これもいい感じ。ほんまや。美味しそう。スイスかな。あ、かっこいいな。うん。すごい。はい。
ていう感じで、ざっと最後お水がいっぱいあって終わりかな。お水も一回昔お水飲み比べをしてるんで、そこに詳細はわかると思いますが、炭酸水と普通のお水だけでもこんだけあります。いや、なかなか大きい大きいお店やったね。うん、1時間半ぐらいずっと見てた。はい、ということで楽しめましたか皆さん。そんな感じで、はい、これが大きいカルフールでした。それではご視聴ありがとうございました。オーバー、アビアント。久しぶりやな、こういうスーパーパターン。ねえ、ちょっと歩いたよ。